はい静かですけど仮想通貨予報ですビットコインの冷やしチャートからご覧いただきましょう、えー、10月4日午前中の動きになりますビットコイン引き続きこの抵抗体に押される展開続いておりまして、えー、今日はやや加減、まあのところから突入してとていうところですね 高いところこの時間で75万4747 47円というところまでありましたが、まあ、やっぱり上値は重ためでありますかといって下値も限定的ですねなんあのー、特に下げる要因もない材料もないとそんな形が続いているようですですね 1>, 1時間足で見ていきますが、まあ、やや昨日よりは持ち直してっていうところなんでしょうけどね。昨日安値、ね、72万7000円で底を打って今、戻ってきているよと。で 先ほど、10時台に随分戻して75万4747円高で取って、今ちょっと戻っているというところ。1時間足ベースでは抵抗体抜けてきましたというところですね。ちょっと薄めなので、まあ、スコーンと上,上抜けたうーんっていうところもありますが、ちょっといつ下抜けするかわからないなっていう感じにもなってます。7 4万円ぐらいが、 え、上限になってくるで、73万5千あたりが、低個体影になってくると、そんなところですけども、ちょっとこう、サポートというには、えー、薄いかなと、そんな感じですかね。コメントもいただいておりました。GG さん、ビットコインは72万7 0円を下抜けるパワーも上、上を目指すパワーもなさそうなので、当分はレンジで持ち合いですねと、ワクワク感のない日が、日々がしばらく続きそうですって、そんな感じ。 ですね、ちょっとそんなにガクンと下抜けするかと言われるとそんな感じでもないしで買い上がれるかって言うとそんな感じでもないなっていうとそんなところがまたしばらく持ち合い続く感じになってまいりましたであともう一つコメントどっか行っちゃったんですけど予報ではないなってコメントいただきましたまあ確かにおっしゃる通りでありましてまあただ いろいろこの動画の変遷がありましてですね、いろんなご意見をいただく、いた上でこんな形になっておりますんで、<laughs> ご了承いただければと思います。タイトルが良くなかったですね。なんかいいタイトルが思いつかなかったんですよ、最初にっていうのはありますけど。はい。ということで、えー、イざリアムを見ていきましょう。イーサムも持ち合いっていうところですね、昨日から多少持ち直してっていうところですが、25,632円。 ですね、今。まあ、わかりやすく三角持ち合いの様相になってきております。えー、一時間足で見ますが、これも。で、イーサーの場合、えー、面白いところになってきております。もうすぐ上抜け。ちょうどだからこの薄いところの上抜けを試すのかどうなのかっていうところでありまして。 え、タイミング的には上抜け、あの、雲の上抜け、一時間足ベース、しっかりできるかなと。で、その後は、サポート。まあ、これもそんなに厚い雲じゃないですが、25,400円ぐらいのところの上限とした、えー、雲がサポートになってくれるかなっていう、そんな感じになってきております。これも、あんまり動きがなさそうなので、 そういう意味では持ち合い続くかなっていうところですが、えー、だんだん雲が下に降りてきてますんで、ちょっと重たさが出てきてます。こんな感じですかね。イメージね。っていうところがちょっと見えてきてるかなっていう、そんなところであります。で、ポイントはリップルかなリップルは結構今ポイントですということでお伝えしていました。えー、ダブルトップみたいな形を取りに行くのか、えー、フラッグみたいな形になった、あ、全然。 えっとえ <laughs> ちょっと下手くそうですねダブルトップをすみません全然うまく書けないですね取りに行くのか、まあ、もしくは こういうフラッグみたいな感じのイメージなのかっていうところで、昨日、今日と、えー、跳ね返してますんで、ここ結構良かったところですね。この,このまま、あのー、上昇トレンド、短期でもいいんで、上昇トレンド継続していければ、この形をしばらく作ったまま、 えー、上昇していけるかなっていう形も今見えてきているところです。まあまたここから下がるかもしれないんですけどね。まあいい形になりそうな、えー、気配なリップルであります。一時間足見ていきましょう。一時間足ちょっと重たいところだったんで心配していたんですが、ここの抵抗体に今突入してちょっと跳ね返されかけているところですんで、大丈夫かなどうかなっていう心配なところではあるんですが、 昨日ね、ちょっとずいぶん下に離れたところから、えー、今持ち直してきているところで。これ上抜けちゃうとだいぶいいんですけどね、上抜けられれば、あのー、その後しっかりみたいなところが見込めてくるんですけどね。えっ、ー、と、抵抗体上限、1時間足別の上限62円台のあたりですんで、この辺62円のあたり、えー、となってますんで、ここいけるかなっていう感じですかね。 ということで、えー、目標は62円台と、そんな格好です。ちょっと押し戻されると、この加減60円台半ばぐらいが加減ですかね。もう下手したらこの辺は60円台割るところですね。ここ60円ですんで、えー、ちょっと上抜けられないで押し返されると60円割れがまた、えー、見えてきてしまう。この辺57円、58円でしたんで、ちょっとそこら辺は頑張っていきたいなっていうところですね。 続いて、ビットコインキャッシュですが、こちらも重たくなってしまいました。で、ちょっと持ち直しちゃいるんですが、えー、この抵抗体の動きに並行して、スルーッと下がっている。緩やかに下がっているっていうのと、えー、短期線を下抜けてしまいましたんで、あ、全然違う。短期線を下抜けてしまいましたんで、 えー、これはちょっと重しになってるかなという、この3日間ぐらいですかね。この赤い線のところがで頭を押さえられてると。で、そうなってくるとちょっと下、ずる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 いってしまうかなっていうこんな感じですね。そんなところで今6万円割れ、5万9691円というところになってきております。6万円がちょっと重たくなってしまいますね。7移動平均が今日、 6万308円ですの、ね、で、6万円の節目と6万300円、6万円ちょっとのところが、えー、同時に重たい。そんな格好になってしまいます。下、目処30日ですかね。まあ、5万5千円の節目があって、えー、まあ一気にそこまで行くかもしれない。であとは、30日が今日はおいくらでしょうか。5万4485円。はい。というところであります。 他の通貨と同様戻しちゃいるんですけどねっていうところなんですがこの時間この辺の雲薄めのところですっと上抜けないと、えー、なかなか今度上抜けきついかなと思いますんでずれっというこう下にですね雲よける形で下に押されてしまうかなとそうすると5 9000円割れみたいなのがまた、ね、この辺の水中まで押されてしまう可能性が結構出てくるかなっていうところですね 最後、ネブを見ておきましょう。昨日、おとといと、まあ、抵抗体に頭をしっかり抑えられてというところですね。まあ、ここは結構重たいという、分厚い雲が、ずっと上にのしかかっている状況です。今日もまあ、上値、ね、ある程度重たいなっていうのを感じながら、12年代定着しております。12年10戦ですか、のところにおりますんで、まあ、 抵抗体加減が12円50銭台のところですかね、12円50銭あたりのところですので、そこまで買い上がる力があればいいなと。で、下、サポート7回動平均線、この赤い線がここ数日はサポートに入ってきてくれておりますんで、ここら辺からですかね、しっかりサポートになっておりますんで、このまま上がる。 のかな多少上がるのかな、ナノ解読平均っていう形になりますね。ここの間の持ち合い、この加減とナノ解読平均の持ち合い、どっちが勝つかなって感じですね。ん、どうもここ、熱いような感じがしてしまうんですけどね、ちょっとレジスタンスとして強いイメージなんですが、えー、もし、ここ、突入して上抜けられれば、かなり、えー、サポートとしては熱くなりますんで、頑張ってほしいなとは思うんですが、難しいですね。 時間眠る1時間し、こんなような形で、あのここ、薄いところ、やっぱりあの定を横ばいで推移して、下抜けしてしまいました。で、今、また上抜けトライをし,てし,しようとしているところですね。この12円台、定着したまま横ばいでいけるんであれば、え見事に上抜け、であと、ここの薄いところだけ気をつければ、えー、厚めの雲が出てくると。 いうサポートに乗って、えー、12円台を定着させていけるかなっていう期待ができそうな感じになってきましたんで、えー、まあ、まずはこの12円台定着させて、でその上で1段高を目指すと、そんな形でしょうか。ちょっとなかなか動きがなくてですね、なんとも言えない <laughs>、えー、状況が続いてるんでですね、お伝えするのはなかなか難しいというか、どうどう言っていいというか、まあ、つまんないって話なんですけど、<laughs> というところが続いておりますまあ、また動きが出てくるといいなと思いますね、そのタイミングを待つ期間ですのでね、えー、というところかなと思います。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。